ゲートシティ大崎は東京都品川区大崎一丁目の大崎駅東口周辺にある複合再開発施設である。大崎駅東口第二地区市街地再開発組合により建設された。建設にあたっては1984年に準備組合が設立。しかしバブル崩壊によって何度も計画を見直すなど苦悩があった。完成までには15年を要し。 1999年2月10日にグランドオープン。大崎入室と並ぶ大崎副都心の再開発の施設でもある。総事業費は約1600億円。企業活動の中心地であるため、オフィスとセミナー用ホールが中心的な機能であるが、スーパーやレストラン街なども併設されており、簡単な買い物や昼食、夕食、宴会などを行うことができる。 超高層オフィスビル、イーストウエストタワーと商業施設などからなる。高さは98メートルと108.8メートル。先行して竣工した大崎入試機とはペデストリアンデッキで連絡し、大崎駅と直結している。多くの人が共用する低層階は、大理石町の高級感あふれる内装と合わせて、水流や草木も取り入れ、巨大なアトリウムも設けるなど、 非常に革新的なデザインとなっている。管理、運営は三井不動産。五層吹き抜けのアトリウムが印象的なこのビルはテレビドラマにたびたび登場。僕と彼女と彼女の生きる道、パーフェクトラブ、ロングラブレター漂流教室などのロケ地として使われた。ありがとうございます。